岩瀬さんの一番最初のキャンプの時、うん、1年目のバーンとマスクがガーンとなってスカウトが走ってきて、どうしましたかって言ったら、あれいいぞって。トシン、そうです ね、あのキャラクターが全然もう、うん、ね、個性が、はい、個性、それが一つに、あ、本当そうですよね。だから1年か2年ぐらいですもんね、中日がちょっとピッチャー弱いなと思ったの。でもね、僕が入る前もピッチャー良かったんですよね。いいです、だからずっといいですだけど、試合が勝ててなかったっていうだけ。まあ今永さん、山本さんをずば抜けて、ほんで僕の前の年に孫さんが入ってきてて、うん、で僕が入ったと同時にその同じぐらいにサムソン・リーだとか、うん、ね、そこからまあ岩瀬さんだとか、みんなもうセットアッパーが常に毎年いいですよね、うん、レベル高いもん、ね、高かったですよね。なんか聞いたんですけど、中村さんが岩瀬さんの一番最初のキャンプの時、うん、1年目の時に1球か2球受けて、よし分かった、こいつのすごいの分かったって言って、あの帰っていったって言うんですけど、あれもうね、骨折と思ったの。これいきなり、要はあのキャンプの時ってそのエースキャッチャーが、うん、いきなりは受けないじゃないですか、うん、まあ、評判聞いてやっぱさ、このピッチャーいい、じゃあまあ分かった、じゃあ、あのスカウトの近藤慎一に、はい、ちょっと先輩ちょっと受けたって、僕 あのスカウトしてくれよかったっつって、はい、いきなりはまっすぐ行きます、まっすぐで、うん、まだこうひょろこい感じで帽子もこう深くてこうなってなんか今でもなんかあるけど、バーンってまっすぐ行ったらガーンとなってうわー、これもうぐちって落としたもん。本当ですか。でもやっぱ恥ずかしい、周りもいるし、もういいです。まあやっぱそうですよね。はそんなスカウトが走ってきて、どうしましたかって言ったら、いい、あれいいぞって。でちょうど監督にも会って、どうやったんやって、あれいいですよって。まあ、ちょっとコントロールがね、ちょっとあれですけど、球種すごく面白いって言って、2球しか受けなかった。そのままトレーナー室駆け込んでレントゲン取りに行って、内緒で。本当ですか。あんまりわわ言ったら、ちょっと休み時間利用してレントゲンボコン腫れて、絶対骨折したと思った。これぐらいなんですか。えぐかったですよね。内緒でレントゲンだけ取りに行って、ね、骨は大丈夫だった。まあ突き指ってことで。でも当時さ、それでもバッティング練習しなあかんね、どうやったらいいかなと思って、はい、あのメインでやらなくて済むかなって考えてて、ね、バッティングでマシン、メイン、バントがあるの、これ自打球しかないなと思って、マシンで自分で自打球当たれ、自打球本当に自打球当たって、こんなバッティング、うん、自打球って狙って打てるもん。本当に当たって、でも大した当たりじゃないよね、うんうん、あーって言って、自打球で、当時あれもないから、ああ、トレーナー室行って、ちょっともう大げさにしてくれ、大げさ、もうパッてこれ指があかんからって言って、分かったですよね。たけしさんが自打球当たったらしいぞって言って、で一応アイシングしてて、うん、もうそのまま帰ろうかなと思ったら、うん、特殊があるんだ、特殊はできるだろうと、特殊はできるだろうと。ミットの足こう後ろ固定やって、これではないわけですね。すごい、あのやっぱり名人ね、まあ、加藤さん、加藤さん、まあありがたいけどね。いや、まあ、本当にあの人がいなかったらね、まあ、そうですね、うん、と思う気持ちはね、まあ、ずっと、まあだけどそれぐらい岩瀬さんの、まあ岩瀬さん、万ちゃんね、うん、結局引退間際でようやく自分のまっすぐが動いてることを気づいてました。もうびっくりしました。もうちょっと早よ。でもやっぱりまっすぐ投げても3種類ぐらいまっすぐ、自然とまっすぐになるからいいよね。いや、まっすぐ投げてて、ま、どうなんですか岩さん、まっすぐ投げて本当にまっすぐもあるんですか。たまにまっすぐもある。本当にまっすぐもある。まっすぐもあるし、カットもあるし、スライダーもある。なんかツーシームみたいなもんですよね。だから今日ボーンと落ちる時もあるから、でもサインは全部まっすぐやから。ですよね、うん、で、あの厄介なのが、あの自主トレ結構やるじゃないですか、うん、で最後に受けてとか言うんで、僕まっすぐ汚いに知ってるから、うん、雰囲気ですね、ちょっとキャッチャーミット探してきますよって、うん、いやいいよいいよ、もう5球ぐらい、いやもうキャッチャーミット探してきますよって言ったら、そんなもう室内残ってるキャッチャーミットなんかもう汚いやつね、もう15年ぐらい前のミットかみたいな、カチカチのこんなんで、まあないよりマシやと思った瞬間に、まっすぐゴツンってきて、
いやーこれ今日まっすぐ来てますよ、うん、やっぱスライダー行きますかつって言って、いやまっすぐやっぱまっすぐ最近悪いんだ、いやいいですよスライダー行きましょうよって言って自分で変えてました。まっすぐが本当にここらでこう来るのかこう来るのかが分かんなくて、で何年かやって自主トレやってて、岩瀬さんってまっすぐってカットとかもういろんな動いてますよって言ったら、うん、なんか一回も言われたことないケンちゃんだけだよそんなこと。いやちょマジでっつって、えっつって、いや多分ですけど右バッターにほとんどインコース、谷繁さんもほとんどまっすぐじゃないですか、うん、サインって多分あれ食い込んでんじゃないですかって、うん、いや俺はやっぱスライダーをよりよく見せるためにインコースでストレート、いや結構そのストレートで終わってますよバッターってスライダー行く前にで、なんかもう重そうですもんね球が、縫い目が、うん、それもねやっぱり日によって違うもんね。だからオールスターとか出たら、はい、多分岩瀬のまっすぐなんでキャッチャー取れないと思う、慣れてないと。ですよね。俺が桑田のボール取れなかった、はい、突き指したのオールスターで。桑田さんの球ってのはどう、普通の方針？ちょっとねスライダーです、まっすぐスライダーです。やっぱりどうなんですか、こういいピッチャーっていうのはストレートが若干こうスライダー回転ですよね、する時とバーンってくる時、来る時が、ね、とにかく高め要求の時はそのスライダーしなくて、はい、ボーンってこう、まあ、浮き上がってくるような感じになるから、はいはい、ただ、まあ、なんとか低めっていうのは、はい、やっぱりこうカット気味に来たりシュート気味にこう上手にこう沈んでいくっていうか、それわざとなんですかね。いやわざとじゃないと思う、もう自然となるんですね。だからボール持ちがいい、ね、勝手に判断したけど、そ最後のこのクッてくるとがッてくるんじゃないか、この辺で投げ取るのとやっぱ最後までやるのとやっぱ手が最後押せるのと、実際やっぱりその移住と、まあ、そうじゃない選手ってやっぱり分かるもんです。いやそれは分かりますよ、うん、まあまあ、そこの一流とか二流はね、まあ、数字的なものもいろいろ、まあ、やっぱり安心感ですよね、まあ、コントロール、うん、やっぱりどんないい選手でも三振をするしエラーもするし、どんないいピッチャーもねホームランとかフォアボール出すのはもう当たり前じゃないですか、まあ、でもそこまで計算、キャッチャーが計算できるピッチャーっていうのはやっぱり安心感があるんですよね、まあ、もちろんあの技術的なコントロールもありますし、まあ、気持ち的なコントロールもうまいし、まあ、ケンジとかだってね毎日毎日パーフェクトやってるわけじゃないので、でもここっていう時はなんか抑えれそうな気するし、うんうん、この試合ってなんか勝てそうな、うんうん、山本さんは例えば山本さんは何がすごいやっぱり特徴だな、特徴がないのが特徴ちゃうの、フォームが独特ですよね。ただまあまあボールは見にくい、見にくいし、はい、右バッターだからアウトコースはものすごく遠く見えるのは事実。あ、うん、僕はあの山本さん一番キャッチボールして、山本さんよく最後にケンシーちょっとキャッチャーしてくれとかっていう、うん、山本さん他のピッチャーに言われるとキャッチャーするの怖いんですけど、うん、山本さんなら全然怖くないですよ、うん、あのキャッチャーミットじゃなくても普通に取れるっていうか痛くないしでも歴代ケンシーの時代とか、まあ、俺らが一番上ケンシーです、一番練習しなかったピッチャーってやっぱ今中でしょ。練習しなかった、まあ、しなかったって言葉は悪いけど、あんまり練習して見なかったの俺ダントツ中やと思うけど、あとだから練習は落合さんが一番してるイメージです、英二さんがね。俺はなんとなく山本さんかなと思うんだけど、山本さんはグラウンドにいる時間は長い、そうそう長い、ジョックが嫌いって言いながら結構長く走って球場にいる時間は一番多いかもしれないですけど、うん、落合さんいろいろトレーニングとかもなんかこうちょっとリハビリとかも肩な、うん、やったりとかしてたんで、俺も一回ちょっと肘痛い時に、うん、エイジにこれチューブ、はい、中村さんに絶対合わない練習やけど、はい、これ肘壊さないからやってくださいっつって3回ぐらいやって、はい、やってられるかってチューブ投げつけて帰ってた。昔の人、僕もそうなんですけど速攻性の結果欲しいですようこんなのやるなと思う、ね、まあ落合英二さんそういうちょっとこう丁寧ですよね、うん、丁寧、もう霊感以外はでいろんなことを英二的に人の性格を分析してこの人にこんなこと言ってもやらない、やらない、あこの人にこういうことはやるって、ね、判断して、でも結局やらない人間ってやりたがるから俺にも教えてくれって言うわけです。そうですね、
で、エイジはどうせやらないのに、もう全部知ってるから、でも先輩から一応じゃあやりましょうかって、はい、あの女チューブ叩きつけられて、もう帰るだろうと、なんで俺が悪いんだっていうぐらいの感じで、もう帰るぞって言ったらまたずっとやってた。本当にやっぱりその技術的にも性格的にもなんかうまくバランス取れてたのね、投手陣は。谷繁がね、作んなかったんじゃなくて、まあ、木下が今、うん、どうのこうのちょっとブレイク、うん、石橋もそうですよね、いい時と、うん